ヤン三世ン、ヤン三世ン、ソビエスキ、1629年、8月17日から1696年6月17日は、ポーランドを、在位、1674年から1696年、オスマン帝国との戦いで活躍し、1683年の第二次ウィンーン包囲で勝利して、英雄としてなはせた。ソビエスキは、ソビエスキとも表記する。 女優のリーリー・ソビエスキーは彼の子孫にあたる。1629年、ソビエスキーはルブフ郊外のオーレスコで、この地方の名門の家に生まれた。父は、ルーシ県知事、クラクフ城代を務めた役プソビエスキーで、母ゾフィアは、ポーランド代へ、トマン、スタニスワフ・ジューキエフスキーの孫娘だった。クラクフのバルトーミエイノボドボールスキ校を卒業し、 クラクフ大学で哲学を学び、同大学を修了後は、県軍を広めるためアニマレクと一緒に2年以上に、渡る西ヨーロッパ旅行に赴いた。この旅で、彼は、コンデコルイ2世、後のイングランド王チャールズ2世、オラニエ公ウィレム2世らの王公と知り合いになり、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ラテン語を習得した。こうした経験が、後年の軍事的活躍に影響している。 兄弟は1648年にポーランドに帰国し、ウクライナコサックの統領ボフラン・フメリニツキーイらが、起こしたフメリニツキーの乱と戦う、共和国軍に参加した。彼は、騎兵の少連隊を組織し、騎馬少連隊長として、これを率いた。しかしズボリフの戦いの後、兄弟は離れ離れになり、兄のマレクは、クリミアタタールの捕虜となって1652年に、死んだ。 一方のソビエスキーは大連隊長に昇進、ベレステイチコの戦いで名声を得た。将来有望な青年将校として、国王や二世カジミエシュに見出されたソビエスキーは、オスマン帝国の首都イスタンブールに講師として送り込まれた。ここで、トルコ人の軍事的習慣と戦術を学んでいる。百五十五年、スウェーデンによるポーランド侵攻大洪水が始まると、ソビエスキーは、 ポズナン県知事区シ都府オパリンスキ期間のビエル・コポルスカの防衛軍に加わったが、オパリンスキとその軍隊はウィシテで降伏して、スウェーデンウォーカール10世に忠誠を誓った。しかしソビエスキは1656年4月から、ポーランド国王軍に加わった。1656年7月のワルシャーの戦いで、ソビエスキは2000人のクリミア・タタール人騎兵の 精鋭を率いて目覚ましい選考を挙げ、これを認められて、王官僚大騎手に昇進した。親フランス派の一員として、ソビエスキは、ルボミルスキの反乱が起きた後も、国王や二世を支持し続け、このことが彼に、さらなる昇進の道を開いた。1665年、ソビエスキは、王ヒルドビーカ・マリアの助官で、ヤン・ソビエ・パン・ザモイスキの未亡人だったマリー・カジミールド、 ラグランジュ・ダルキアン、マリア・カジミエラ、マリシェンカと結婚した。同年、彼は王官僚区内長官となり、翌1666年には、ポーランド軍のナンバーに王官僚や戦へ、トマンの地位を得た。1667年、ポーランド・コサック・タタール戦争の最中に、ソビエスキはピドハイツへの戦いで、コサックとクリミア・タタールの同盟軍に対して目覚ましい勝利を収めた。 そして翌1668年2月5日、ポーランドリトアニア共和国最高位の軍官職で、事実上の共和国最高司令官である、王官僚大エトマンに就任した。1672年、ポーランドオスマン戦争が起き、ヤン二世の後を継いだ国王ミハウコリブトビシニョビエツキは、ウクライナ地方のポドレ、ポジイリアの敵側への帰属を認めて、講和を結ぼうした。しかし、 共和国議会会員はこれを承認せず、オーヘトマンのソビエスキに戦争を継続させた。1673年11月、ソビエスキは、ホティンの戦いに勝利し、要塞都市ホティンを占領した。この勝利の知らせは、ホティンの戦いの前日に死んだ国王ミハウの死の方と、同時に、芝叩く間に、共和国中に広まった。この戦勝は、 ソビエスキの国民的人気を一気に高め、翌1674年5月19日の自由選挙で、ソビエスキは国王に選出された。票のほとんどが彼に入り、政務大議員の反対者も十数人程度だった。最も熱心な支援者は妻のマリ支援家だったという。1676年2月2日、ソビエスキは正式に退官した。ポーランドリトアニア共和国は、 当時のヨーロッパで最も大きく人口の多い国の一つだったが、ヤン三世が王位についた時には、半世紀近くにわたる工場的な戦争のせいで、疲弊しきっており、経済的繁栄も終わっていた。国庫はほぼ空だったが、財力を持つマグナートたちの多くは、共和国内に影響力を築くため外国宮廷と同盟しており、ポーランド宮廷、イコール中央政府に、 財政援助を行う子などまずなかった。ヤン三世は南部国境で常に続いているオスマン帝国との戦争を講和に持ち込み、経済的負担の主要因である戦争の連鎖を断ち切ることで国交を立て直そうと考えるようになった。しかし1674年の秋にオスマン帝国との戦争を再開して、カミエニエツイコールポドルスキ、バール、レシュクフの奪会に成功。 ウクライナにおける南部国境の強固な防衛線を再構築した。ヤン三世はスウェーデン軍の攻撃にさらされていたプロイセン公国をフランスの財政援助を受けて征服する計画を立てた。プロイセンはかつて共和国の報道だったが大洪水時代に乗じて抜け目なく独立していた。ところがフランスとの密約が明るみに出てしまい、 ヤン三世がオスマン帝国との戦争に暴殺されている間に、プロイセンの君主であるブランデンブルク戦帝国、フリードリヒビルヘルムは、フランスと和平を結び、スウェーデン軍を追い払った。共和国のマグナートたちの多くも征服計画に反対し、大戦帝国の指示に回った。結局、リトアニア軍の最高司令官、ダイヘトマンで大戦帝国の同盟者であるミハウ、カジミエシュパツが、 貴下の軍軍をを連れれて、戦線離脱し、軍隊を解散させたたた。め、プロイセン征服は、計画倒れに終わっ1676年、クリミアタタールがドニエプル川を渡って反撃を開始したが、戦略上の拠点、ジュラフノを奪えなかったため、すぐにポーランドとの講和に応じることになった。重要拠点カミエニエツイコールポドルスキは、オスマン帝国側に渡ることになったが、 ポーランド側は、新たな要塞都市をコピーを建設することでこの脅威に対抗し、ビャワツェルキエフを回復した。講和条約の締結によりようやく平和な時代が訪れ、共和国の再建が急がれるようになり、国王の権威も高まった。マグナート、ブランデンブルクイコールプロイセイやオーストリア、後者などは、ヤン三世敗して、ロレーヌコシャルル五世に、 ポーランド王位を与えようとしていたの必要な嫌がらせにも負けず、ヤン三世は共和国軍の改革に成功した。軍隊は連隊単位に再編成され、不評隊はパイク、長層に変えて、斧基本装備武器とし、騎兵隊は、フサリア、有力重装騎兵とドラグーン、竜騎兵の形態を採用した。また、銃の在庫数を増やし、砲術を発達させた。 外交面では、ヤン三世は、ポーランド、フランス、オスマン帝国の三者の同盟を構想し、オーストリアとブランデンブルクイコールプロイセンに対抗しようと考えた。しかしこの構想は実現することなく1683年には廃棄された。近隣諸国との敵対関係と同盟関係の不足は、共和国に再び大洪水時代のような悲劇の二の舞を演じさせかねないと考えた。 ヤン三世は、この年、当初は、仮想敵国だった、オーストリアの神聖ローマ皇帝レオポルト一世と、同盟を結んだ。この同盟は、直接的には、オスマン帝国を共通の敵としたが、間接的にはフランスをも、仮想敵国としていた。この同盟は、ポーランドの南部国境を守る上で強い支えとなった。この時期、 オーストリア領のハンガリー北西部で皇帝に対するプロテスタントの反乱が発生しており、反乱者はオスマン帝国に支援を要請した。オスマン帝国はこれに応じて、大宰相からムスタファ・パシャ率いる15万の大軍を派遣した。レオポルト1世はポーランドに支援を要請。ヤン3世はこれに応えて、オーストリアやドイツの諸侯と名を結び、自ら連合軍を率いて、 オーストリアに向かった。九月十二日、オーストリアの首都ウィーンの郊外に達した、ヤン三世と、ポーランド軍は、オスマン帝国軍がカラムスタファ自らが率いる大軍であっても、全軍の指揮が不統一で、指揮も士官し、防備が弱体であることを見抜き、その日の夕方に連合軍に総攻撃を命じた。ポーランドの有力重装機兵フサリアのうち、 先方隊はたった3000機で敵陣の中央突破を観光、一気に敵陣最深部に到達し暴れ回った。この猛烈な中央突撃の成功により、オスマン軍の陣地は大混乱に陥った。フサリアの残りを含む連合軍のすべての部隊も敵陣に到達し、わずか1時間ほどの間に包囲網を寸断されて、散り散りになり改装した。この勝利により、ヤン三世は、 イスラム国家オスマン帝国の侵略にさらされるヨーロッパのキリスト教世界を守った英雄として大きな名声を勝ち得た。翌1684年ウィーンでのキリスト教国側の勝利に触発されたローマ教皇インノケンティウス11世の呼びかけによりオーストリア、ポーランドの同盟にベネツィアなどが加わったハントルコ新生命が結成された。しかしこの同盟は オスマン帝国から勝ち得ていた共和国の優位な立場をライバル関係にある近隣諸国と分有したことになり共和国にとっては不利なものだった。共和国は同盟の展開した大トルコ戦争で引き続いてオスマン帝国との戦いを続けたがすでにこの時点で17年もの間トルコ人と戦ってきた共和国は物質的にも疲弊し、 戦争に忙しいあまり内政改革にも手が回らない状況だった。この間、プロイセンを含むバルト海海域での共和国の地位を改善する努力は完全に忘れられた。しかし、ヤン三世が犯したより、深刻な失策は東隣のロシアツァーリ国との同盟だった。1686年、ロシアはアンドルソボノワ役での取り決めに従って、 先のロシア・ポーランド戦争で占領中のキエフ及びサガン・ウクライナの主権を共和国に返還することになっていた。しかしロシアはこの約束を履行するつもりがない旨を通告し、トルコ人と同盟してポーランド・リトアニアに敵対しようとした。この脅迫に屈したヤン三世は1686年5月6日、ロシアとの間に高級平和条約を結び、 ロシアが占領中の地域すべてをロシア領と認めことになり、ポーランド国内における政教との信教の自由とロシアの政教と保護も承認。ロシアは東ヨーロッパの派遣国としての地位を不動のものとした。共和国がロシアから見返りに得たのは新請同盟への参加だけだった。大トルコ戦争の終結を見た1699年のカルロビッツ条約では、 共和国は失っていたポドレを回復しただけだった。一方、オーストリアが広大な領域を獲得して、派遣国の一つと呼べるだけの勢力圏をいた。プロイセン公国は、直後にプロイセン王国に昇格し、バルト海南岸の支配者として振る舞い出した。こうして、ロシア、オーストリア、プロイセンという18世紀の中東王における三列強国のパワーバランスが成立し、17世紀の 派遣国だった共和国とオスマン帝国は共倒れした。国内問題に関しても、ヤン三世は何ら有効な政策を打ち出すことはできなかった。ヤン三世の選挙としての権力の脆弱さは、特にリトアニア大公国において、顕著だった。1670年代には、ハプスブルク家と結託したパツケなどの大貴族がリトアニアを支配し、 1680年代から17世紀末まではサピエハケが大公国を思いのままに動かした。リトアニアにおける大貴族家門の争いは共和国全体を混乱に陥れた。政務では自由拒否権の行使が繰り返されて何度も途中で閉会し地元のマグナートたちに牛耳られた政務区、地方議会は大政府が担うはずの税金と官職任命権を 各々の,の,の裁量で乱用し、ヘトマンたちは、私役のために、共和国軍を動員していた。共和国の無政府状態はもはや疑いの余地がなかった。国内外で、身動きができないヤン三世は、息子に王位を継がせるという私的な野心を満たすことに、集中するようになった。そもそも、ヤン三世が、治世初期に、プロイ先生服を狙ったのもソビエスキケセ終了に、 したいという考えがあった。しかし、旧廷内の子宮派は、共和国の黄金の自由に反する大位世襲に猛反対し、他ならぬ王妃、マリシェンカが、この反対派閥の中心になり、マリシェンカは、長男、ヤク婦に王位を継がせようとする、夫の計画にことごとく反対した。また、ヤン三世は、ヤク婦を不要な女子相続人。 ルドビカカロリナ・ラジビウと婚約させたが、ルドビカは1681年、勝手に役府を裏切って、ブランデンブルク選抵抗、フリードリヒ・ビルヘムの息子と結婚した。ブランデンブルクイコールプロイセンは、旧宗主国ポーランドの王家の威信を平然と踏みにじったのであり、この事件で両国の権力関係の変化を見せつけると、同時に、ヤン・サン政府氏に大きな屈辱を味わわせた。 ヤン三世は1691年に最初の心臓発作を起こして以後、繰り返す発作に苦しみながら、ビラヌフ宮殿で半陰性状態の生活を送るようになった。同宮殿は1681年から1686年にかけて、ワルシャワ南端に建築されたもので、彼はこのお気に入りの宮殿で一階のマグナーと同然の晩年を送った。 1696年4月17日に何度目かの発作のために66歳で亡くなり、バベル大聖堂に埋葬された。ヤクプーは、父の死後開かれた国王自由選挙に敗れ、勢力的なザクセン選定抗、フリードリヒアウグストヨが新国王に選ばれた。妻マリア・カジミエラとの間に8人の子供を設けたが、うち4人は溶接した。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。